BBN 聖書学院からチャレンジ30のお知らせです。チャレンジ30として BBN 聖書学院では2月15日から3月15日までの30日間の間に BBN 聖書学院の一つのコースを受講し修了していただくようお勧めしています。 BBN 聖書学院はオンライン聖書学院です。パソコンからだけではなく、このようなタブレット、またスマートフォンからも学ぶことができます。全くの無料です。 BBN 聖書学院の受講生からこのような声が寄せられています。学び始めると楽しくて楽しくて、悔い改めを示されては恵みが注がれるようになりました。信仰生活が長い割に、知らないこと、心に刻んでおくべきことがまだまだたくさんあることが気づかされ感謝します。皆さんの中にはしばらく受講を休んでおられる方もいらっしゃるでしょう。ぜひこの機会に BBN 聖書学院の学びをしてみてはいかがでしょうか。 BBN 聖書学院を受講するために、ぜひ BBN 聖書放送のホームページをご覧ください。いつもと違ってホームページの上には赤い大きなバナーがあります。そこをクリックしていただくと BBN 聖書学院のホームページにジャンプをし、どのようなコースがあるか知ることができます。時間があまりないという方もいらっしゃるでしょう。そのようなあなたに、家族について学ぶクリスチャンホーム、また聖書人物について学ぶヨナなどは短い期間で学べるコースとなっています。ぜひこの機会に BBN 聖書学院の一つのコースを受講してみませんか。あなたのご参加をお待ちしています。